はい、皆さんこんばんは、マッキーです。いつも動画をご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、皆さんに公式 LINE の方にいただいたご質問にお答えしていきたいと思います。はい、それではですね、読んでいきますね。あ、なんかお部屋の真ん中に猫のおもちゃが転がってる。はい、マッキーさん、はじめまして、こんばんは。いつも Facebook やブログを拝見させていただいております。今日はものすごく勇気を出してメッセージを送らせていただくことにしました。私は今年39歳になるのですが、10年ほど彼がおらず、もちろん結婚もしたことがなく今に至ります。ですが、そんな私が最近気になる方ができましたということでね、お誕生日をいただいております。彼にアプローチをするべきか、次に行くべきか迷っています。友人関係としては良好だと思っているので思い切れません。あと、結婚もしたいと20歳くらいからずっと思っています。ということでね、ちょっとね、ご自身の経歴をね、その経歴っていうかね、生い立ちをね、ちょっと書いてくださってますね。彼とは同じ趣味グループに所属したことが縁で仲良くなりました。最初はいつもグループで仲良くしていたのですが、いろいろなタイミングが重なり、東京に残ったのが私たち2人だけとなり、二人でも遊ぶようになりました。今までもありがたいことに友人や周りの方々には本当に恵まれていたので、異性の友人も多い方ではあるのかなと思います。ただ彼として付き合うということにはならず、今に至っております。ずっと趣味も仕事も楽しんでしまっているので、彼が欲しい、結婚がしたいと周りに声を大にして言っても信じてもらえません。親友の旦那様にも一人でも楽しんじゃってるからと言われてしまうくらいです。でもどうにか今の自分を変えたい。今までの自分の殻を破りたいと思っています。はい。ということでね、ご質問いただいております。ありがとうございます。ですね、ちょっとね、皆さんのね、お勉強にもなるといいなと思ったので、ちょっと太陽、月、金星、火星くらいのところまでね、お話しさせていただきたいと思います。送ってくださった方は太陽星座伊手座さん、そして2ハウスに入ってますね。皆さん、ちょっとこれキーワードになりますよ。伊手座さんはですね、1、2、3、4つ入ってるんですよ、伊手座さんに、太陽の他に。なのでかなり伊手座さん強めですね。そして月星座が6ハウスに入ってますね。お羊座です。はい。で、金星がヤギ座、そして火星が乙女座さんになっていますね。うん、火星座さんですね。太陽、月は火星座ですけれども、金星、火星が火星座さん。そして、2ハウスと6ハウスなので、これまた牡牛座さんの部屋、それから6ハウスは乙女座さんの部屋になっているので、火星座要素も強いわけですよ。結構ね。そして、このね、気になる方ができたっていうことで、男性の方なんですけれども、太陽が牡牛座さんです。皆さんね、地星座さん出てきたでしょ？牡牛座さん。そして、月が水亀座さんですね。これね、この日は何時に生まれても水亀座さんです。で、この男性、金星は牡牛座、そして火星が双子座になっていますね。はい。で、ちょっと待ってね、ご相談の内容ね。ですね、どこだっけな。まあね、彼が欲しい、あれ、彼が欲しいな、結婚もしたい。そうですね、彼が欲しい、結婚がしたいと周りに言っていても信じてもらえませんということでしたよね。彼が欲しいし、結婚もされたいということですよね、結局ね。今の自分を変えたいし、殻を破りたい。あのですね、これね、伊手座さん、私結構、まあ、いろんな方とお会いしてきましたけど、伊手座さんね、婚活し始めるでしょ？するとね、周り信用しないんですよ。これは言えてます。確かに。なんかね、伊手座さんってノリがとってもいいんですよ。明るいし。もうね、12星座中1じゃないかなっていう感じですね。明るさっていう意味では。うん。なんかね、獅子座の明るさとまたちょっと違う、なんか軽さがすごくあるんですよ。明るさ&軽さみたいな。獅子は明るいんですけど、固定級なので重みもあるんですよね。でも、伊手座さんってなんか、ポップっていう言葉が一番ぴったりくるぐらい、明るいし軽いので、やっぱ人気者でもあるんですよね、伊手座さんって。だからね、そのエネルギーをね、やっぱり周りが感じ取ってると、
例えば皆さんね、こうやってね、私結婚したいし彼氏も欲しいんですっていうふうに言われたのと、私ね今年こそは結婚したいかなみたいな感じで言われたら、どっちが本気と思ったら、やっぱ前者だと思うんですよね。で、この後者が一手座さんなんですよ。でね、一手座さんは自分は真剣に言ってるつもりかもしれないんですけど、周りがそう受け取ってくれないってやつなんですよね。だから言い続けなきゃいけないと思う。私ね、自分のね、近くにも一人います。もうみんなに信じてもらえないんですって言ってる一手座さんいました。婚活してるのにって。で、あのね、相性から先にちょっと言いますね。で、ご自身が火星座さんで、この彼が地星座と風星座なので、相性的にはかなり違う相手です。まあ、はっきり言ってしまうと良くはないですね。うん。結婚っていう意味での相性は、あれって感じですね。多分一緒に住んだら全然違う相手っていう感じがするんじゃないかと思います。まあ、ただ、ご相談者様は、金星火星が地星座だし、地星座さんのお部屋に入ってますね。太陽も月も。だからね、地星座要素はかなりあると思うんですよ。で、この彼がね、大獅子さん、太陽大獅子座なので、そういったところでね、分かり合えてる部分っていうのがあると思うんですね。だから、太陽月のエレメントがまるで違っていたからって言ってね、もう全然違うんだよって言って、諦めちゃう必要もないと思うんですよ。で、そうだなぁ、ご自身が、太陽一手座で、これが柔軟球です。だからね、どちらかというと、自分からアプローチするよりも、向こうから来てもらうことに価値を感じる星座になってますね。だから、本当は向こうから来てほしいっていうのはあるはずです。本心として。でね、2ハウスなので、余計にね、2ハウスは固定球の部屋なので、やっぱ自分から動かないんですよ。で、6ハウスは乙女座さんの部屋になってるので、まあ、月は惜しいですよ。ああ、違う違う、お羊ですよ。ただ、部屋のエネルギーが乙女座エネルギーなんですよ。で、ここがまた柔軟球の部屋になってるので、ご相談者様ご自身は自分から行くっていうのはあんまりないはずなんですよね、エネルギー的に。で、そこ行って、このね、彼はね、生まれた時間がわからないので、ちょっとハウスはわからないんですけど、太陽の大獅子座さん、これはね、固定球なので、やっぱり自分から行くっていう星座じゃないんですよ。そして月の水瓶座も自分から行く星座ではないです。これも固定球なので。いやー、だからね、進展しないんですよ。どっちかが動かない限り。でね、この彼にね、期待するのはちょっと難しいかなと思う。だってこの彼、金星もお牛でしょ？で、火星、行動を表す火星は双子座さんで柔軟球なんですよ。だからね、彼に、こう、お付き合いしてくださいっていうのを期待するとか、結婚のイニシアチブをね、彼にとってほしいっていうのは、かなり難しいかなと思う。だから、もうね、覚悟して行くしかないですよ、自分から。うん。自分から行くしかないと思うよ。告白して。と、私は思います。で、このね、アスペクトって言ってね、星と星の角度のところ、これをね、一つ、お話ししていきたいと思うんですけど、木星と、それからどこ行った？木星と、冥王星。あのね、ご相談くださった方が、この女性の方が、金星と冥王星の90度持ってるんですね。で、これの意味するところは、どっかね、私なんて愛されるわけがないっていう、すごいこう深い深層心理の思いがあるはずなんですよ。信念みたいなやつが。深くにですよ。だから、こうアプローチしようと思っても、いい返事もらえるわけがないとかって思っちゃう部分があるんじゃないかなっていう気がするんですよ。私、なんか告白したって、もう絶対叶うわけないみたいな。で、金星冥王星って結構パンチ効いてますよ。恋愛するときに。すごい徹底的に愛されたいなんですよ。で、金星恋愛でしょ？で、冥王星は徹底的って意味があるので、恋愛の関係において私は徹底的に愛したいし、徹底的に愛されたいっていう強い欲求があるのに、それが90度であるがために、90度ってあまり良くない角度ですね。なので、愛されるわけない。うん。私は欲しいけど、それが手に入るわけがないっていうの、あるんじゃないかと思います。そこをね、いかに乗り越えるかだと思う、私。だからね、これまで、結婚もしてないとかって書かれてましたけど、恋愛もね、10年ぐらいしてないって書かれてましたけど、私、この子たちのせいなんじゃないかと思うんですよ。
私なんかっていうね、うん、それなんじゃないかと思う。だからこれは乗り越えなきゃいけないですよ、ご自身が。で、この彼の方なんですけども、彼の方もね、こう見たらね、特徴的なのがまあいろいろあるんですよ。まあね、生まれた時間がね正確じゃないので、好きなアスペクトもちょっとね正確じゃないんですけども、バッチリは合ってないんですけど、まあ、月のアスペクトはかなりある方なんですが、この方もしかすると月冥王星の90度持ってるかもしれないし、いやないかもしれないですけど、生まれた時間によってずれるのでね、あのね、確実に言えることはこの方太陽のアスペクトなんですよ。太陽のアスペクトでね、太陽のアスペクトって何かっていうと、牡牛座の太陽がどの星とも角度を取ってない状態っていうことなんですね。でね、これがですね、太陽のノーアスペクトっていいか悪いかって言ったらあんまり良くないんですね。なんでかっていうと、本人は無自覚なんですよ。まあ、よっぽど占星術やって内側っていうものをこうよく見つめてからじゃないとわからないんですけど、まあ、だからね、一番最初にね、ホロスコープの知識ない人に最初にね、あなた太陽のアスペクトだから、一人ぼっちの感覚あるはずですよって言っても、何言ってるのか分かんないっていう感じだと思うんですね。でも太陽のアスペクトの人って明らかにあると思うんですよ。 なんかね一人なんですよ、いつも自分の世界がいつも一人なんですよ。でね、アスペクトがある人っていうのはこうお友達、星同士がね、いっぱいこうお友達がいる感じなので、自分の中で例えばこう何か悩んだりするでしょ、その時に天体と角度を取っている天体に聞きに行く。例えば太陽木星とかだったら木星に聞きに行く、木星の星座に聞きに行く。で、太陽土星だったら土星の星座に聞きに行くみたいなことが自動で起こりやすいんですね。で、実際に周りに友達も多かったりとか、困った時にすぐ誰かに頼ろうとするのが太陽のアスペクトが多い人なんですよ。でも太陽がノーアスペクトとか、太陽が一つの星としか角度を取ってないと、まあ、それがなかなかできないんですよ。なぜならいつもある無意識感にある孤独感、うん、一人ぼっち感、なんか寂しいとかじゃなくて、生まれた瞬間からそれなので、いつも私は一人っていうのね。で、この彼が太陽がノーアスペクトなのを見ると、あまりね、あの人からのそのポジティブな感情っていうものを受け止める皿がないみたいな感じなんですよね。これ分かってもらえますかね。だから大好きって例えば言葉投げたとしても、ありがとうって言わなきゃいけないなって分かってるから、ありがとうって出るかもしれないんですけど、ストンって落ちちゃう感じなんですよ、目の前で。で、どうしたらいいんだろうっていうね。それがアスペクトがある人はパンってキャッチできるんですよ。ありがとう、嬉しいって、しかも感覚もあるんですね。だからこれが彼はおそらくあります、心の中に。それをね、分かってあげなきゃいけない。うん。どういうことかっていうと、告白するでしょ。そしたら自分が思うような結果じゃない可能性があるでしょ。反応がって意味でですよ。自分が言ったのにこうパンって来ないとか、なんかあれっていう感じの反応された時に、特にね、このご相談くださってる方は金星冥王星のね、私愛されるわけがないっていうのがあるので、あ、ダメだったんだって受け取っちゃうと思うんですよ、そういう反応された時。そこね、注意しないといけないよって思います。彼は彼でこう言われたけどどうしようみたいな感じなんですよ。で、それは嫌だとか、あなたのことが嫌いとかじゃなくて、だってね、一緒に遊びに行こうって言ってこれに答えてくれるくらいの彼だから、気持ちないわけではないと思うんですよね。で、ただ彼にはね、その大好きとか愛してるとかっていうのをこうポンって受け取るお皿がないっていう風に受け取ってほしいんですよね。で、ご相談者様はご相談者様で、その反応が自分が思った通りじゃないものに対して金星冥王星が発動して、愛されてないんだっていう風にもう勘違いしちゃう、それをやりがちだと思うんです、二人して。だからそこは注意しなきゃいけないと思う。で、私これサクってもう数分で言いましたけど、これかなり大変ですよ、乗り越えるので。これ聞いてらっしゃる皆さんで、自分がね、例えば金星冥王星の90度持ってるとか、私は太陽ノーアスペクトですっていう方は、私が言ったこと、今言ってることそのまま当てはまりますので、よくね、自分に聞いて、あ、私も同じことしてるんじゃないかっていうふうに、こう、なんだろうな、なんていうの、思い返すきっかけにしてほしいなというふうに思います。だからね、まずね、告白した方が私はいいと思います。で、大切なポイント3つですね。だからどっちも活動休って言って告白の後押ししてくれる、
なんていうの、特徴のエネルギーの特徴を持ってないです。2人ともね、弱いです。あるけど弱い、2人とも。まず一つそれでしょ。で、ご相談者様は金星冥王星の90度持ってて、私の愛が成就するっていうことに対する不信感っていうのがあるので、それと彼がね、太陽はノーアスペクトなので、他者からのポジティブな感情の受け取る受け皿がないっていうね、この3点、これに気をつけて、なんか告白をね、挑戦してみてほしいなっていうふうに思います。はい、ということでね、なんかちょっとホロスコープのね、なんか具体的な話になってしまって、わからない人は何のこと言ってんだろうっていう感じだったかもしれないですけれども、参考になれば幸いです。はい、ということでね、今日ちょっと長くなっちゃったんですけれども、ご質問の方にお答えしてきました。こちらの動画ではですね、公式 LINE の方にご質問いただいたものにこのような形でお答えしております。公式 LINE のね、お友達追加していただいて、そこからね、もう挨拶とかもそんなもう別にね、そんなもう私嬉しいですよ、挨拶されると。で、気になさらなくて全然いいので、もう日本人もみんなすごい礼儀正しくって、こちらでよろしいでしょうかってこう書いてくださる方いるんですけども、そのまま書いておくってください。はい、ということです。はい、それではですね、今日もご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。